今日は谷間城決定戦ですぞ。ひろゆきさんお願いします。どうもひろゆきです。顔は採点に含まれてしまうので隠しておきますね。皆さんも顔なしでどの子がいいか考えてくださいね。なお女の子たちの名前は最後に発表するので最後まで見ていってくだされ。初っ端からのきついのしましたね。今の女の子たちってこんな感じの子いっぱいいるんですかね。しかとですか。あ、ごめんなさい、言ってました。少なくとも私はこんなにありませんよ。全然聞いてないんで勝手に喋らないでもらっていいですか。おいら一人目完全にストライクですね。ここから二人目に入りますよ。 F も G も全然変わらなく見えますね。ワンカップくらいならそんなもんなんですかね。ひろゆきさんは二人目はどうですか。感想は。完全にストライクですね。もっと違うこと言ってもらえますか。移りも素材もいいものを持ってきてるから自然と感想も最上位の言葉になっちゃうんですよ。気をつけます。ひろゆきさん、二人目まで見てどっちが好みですか。おいらは今のところ一人目です。そうですか。そろそろ三人目に入りますよ。うわ、なんかエグいの来ましたね。この子めっちゃ細いんですよ。公表サイズは2年から3年前に F だったんですけど、そこから成長してて今推定 H って言われてますね。おいらこの子が一番いいですね。一応今のところみんな人気ある子で、一人目は女優しててもう水着になってませんね。ひろゆきさんは3人目がいいのですね。では次は最後の4人目になります。次で最初の女王が決まりますね。この子も今女優してますね。これでいいしかないんですか。あくまでも推定になりますので、そこでお決めにならないで仮装での判断をよろしくお願いします。スタイルがいいですね。なんかバランス良いというか形もめっちゃ良さそう。伝わってきます。ひろゆきさん、そろそろ女の子の名前の発表に入る頃合いになってきましたね。もうそんな時間ですか。はい、ではそろそろ第1回の女王の決定になりますので、ひろゆきさん決めておいてくださいね。りょうちゃん、やっぱりすごいですね。ひろゆきさん、女王の決定をお願いします。わかりました。では圧倒します。第1回カリマ女王に輝いたのは吉岡里帆さんです。吉岡里帆さん、おめでとうございます。私てっきりひろゆきさんは大きいの選ぶんだろうなって思ってましたけど違いました。それってあなたの妄想ですよね。今日はこれで動画を終わりますが、高評価ぜひお願いします。チャンネル登録するかはお任せしますので、よければもう一本動画見ていってください。